小倉博士は、日本の著述家、講演家、経営コンサルタント、アドラー心理学派の心理カウンセラー、コーチ、小倉博士事務所代表取締役、人間塾代表理事、日本コンセンサスビルディング協会代表理事、大学卒業後、株式会社リクルート入社、事業企画室、編集部、組織人事コンサルティング室課長など、主に企画畑で11年半を過ごす。 その後ソースネクスト株式会社常務取締役、コンサルティング会社代表取締役などを経て現職。大企業の中間管理職、公開前後のベンチャー企業役員、中小企業の創業オーナー社長と、あらゆる立場で組織を兼任。しかし、リーダーシップ不足からチームを束ねることに失敗し二度のうつ病に、一連の経験を通じて、 リーダーシップとは生き様そのものであるとの考えに至り、人間力を高める人間塾を主催。代表理事兼塾長として、人生学の探求及び普及活動を行っている。近年は、アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる百の言葉、アドラーに学ぶ部下育成の心理学、アドラーに学ぶ職場コミュニケーションの心理学などの著作により、アドラー心理学と、 企業組織の双方を熟知した数少ない専門家として講演、企業研修を数多く行っている。新潟県生まれ、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年。ありがとうございます。